第二節科学的な通説ないし、定説は全面的に信頼できるとは限らない。一般的に、現代医学は自然科学を基礎に成り立っていると考えられており、現代科学の通説や定説に反するような治療法や学説は、実際にはなかなか認知されません。それは、科学的に正しい。 というお墨付きがないことは絶対に信じないと考える人が多いからです。ほとんどの人が科学的に証明されていると言われると、無批判にそのことは正しいのだと反射的に考えてしまうのです。特に権威ある学者と言われる人々は、科学だけが正しいという非常に単純な思考回路を持つ人がほとんどです。しかし、 実際にに病気を治すす。医療ののの現場ででは、科学は学つの方法論に過ぎないのです病気で悩んでいる患者さんにとっては病気が治ることが何よりも重要でありその治療法が科学的に認められているかいないかなどということはどうでもよく科学的に説明のつかない治療法でも効果があれば採用してもいいのではないでしょうか。 現代科学で認められている定説とは言っても実は視野の狭い専門家が集まった学会の中で多数決で決められた学説が一時的な定説としてまかり通っているだけのことがほとんどです多数の人が支持するから正しいなどということは絶対にありませんそんなバカなことがと認められなかった少数意見の学説が何年か後には 認めらられて定説になったりすることはいくらでもありますですから科学的な定説などというものは全面的には信頼できるものではなくいつ変わるかわからないということは十分に心得ておくべきです。進歩の著しい科学の分野では教科書に書いてある標準的な定説は大抵は時代遅れになっていることが多いのです。